醍醐安之助は、日本の政治家。東京都議会議員、第18代東京都議会副議長、第24代東京都議会議長。実弟の醍醐幸右衛門と共に、東京都馬主会を設立し、初代会長として、大井競馬場の発展に尽力。政治家としても、日本初のナイター競馬開催のために、競馬法改正を実現させた。それらの功績が高く評価され、大井競馬場内には、銅像が建立されている。1912年、東京府荏原郡蒲田村生まれ。戦後の混乱期の中、東京都大田区小林町で、新田マーケットや下毬子マーケットなどの施設小売市場を経営。東京露天商同業組合の蒲田支部長も務めていた。1947年、大田区から第1回東京都都議会議員選挙に立候補し当選。以後、当選を続け、1964年には第18代東京都議会副議長に就任。翌年、議長選挙に関連する汚職事件が発生。贈賄容疑で逮捕され辞職した小山貞夫議長に代わり、議長代行として議会運営を行った。総辞職を求める社会党ら都議会野党に対し、引き延ばしを図るも失敗。都議会自民党本部は自民党議員全員に辞表を出させることで、議員総辞職の形による都議会解散を目指した。その後、自民党本部の了解は得られたものの、一部議員の抵抗に遭い失敗し、都議会自民党の執行部は退陣した。ほどなくして、醍醐も副議長及び議員を辞職した。その後、野党4党を中心に、リコールの署名活動が始まる中、自民党は、地方公共団体の議会の解散に関する特例法を即時交付し、都議会は解散。1965年東京都議会議員選挙が行われた。自民党から出馬した醍醐にとっては厳しい選挙であり、定数8の大田区選挙区で得票数は8番目。ギリギリでの当選であった。また、改選前に自民党は大田区で4議席を確保していたが、当選したのは醍醐のみであった。都議会全体を見ても自民党は大きく、議席を減らし、社会党が第一党となった。選挙から4ヶ月が経った同年11月、自身が所有する自動車と、東急池上線の車両が衝突する事故が起こった。車内には、お抱えの運転手のほか、醍醐の実弟、ホステス2名が同乗しており、ホステス1名以外の4名は即死した。1967年に革新統一系の美濃部良吉が、東京都知事に当選して、以降、都議会自民党は、少数野党となった。1969年と1973年の都議会議員選挙で、自民党は過半数を取れないながらも第一党を維持し、自民党から議長を、公明党から副議長を出し合った。1973年に、醍醐は、都議会議長に就任。美濃部都政下の野党議長として、難しい議会運営を行うこととなった。1974年には、全国都道府県議会議長会の会長に選任された。1975年、美濃部知事が3期目の当選を果たした直後の都議会では、水道料金の値上げ案に端を発する、美濃部知事ら与党と自民党の対立が激化。同年12月に、醍醐は健康上の理由で議長を辞任した。議長辞任後も連続当選は続き、1978年には30年勤続議員表彰第1号として、葛飾区選出の村田宇之助と共に表彰された。1982年には、勲二等瑞宝章を受章している。1989年、東京都議会議員選挙には出馬せず政界引退。後に、野田内閣で、国家公安委員会委員長を務めた、松原均は、同選挙区で、初当選を果たしている。1991年11月2日、46人目の、名誉都民となった。通例では、名誉都民に選定される際、条例に基づき、東京都名誉都民選考委員会による審議が行われるが、第5の場合は、告別式に間に合わせるための特例という理由で、知事の専決処分で決定された。同年11月3日死去。天皇陛下より弔電及び弔歌を賜る。葬儀委員長は、中曽根康弘、石原慎太郎、山東昭子などが参列。葬儀、告別式場所は、東京都大田区池上本門寺。墓標は中曽根が揮毫した。ありがとうございます。